東部州は、今後民主共和国北東部のかつての州。州とは基算がに北に、中央アフリカ、スーダンの西エクアトリア州、中央エクアトリア州、東に、ウガンダの西ナイル地方、及びアルバート湖を挟んで、ブニョロ地方と接し、南に、北キブ州、マニエマ州、東下西州、西に、赤道州と接していた。 ダーケストアフリカのジーモンバールの挿絵、ある意味側を遡るベルギー到来以降、上、コンゴ地方と呼ばれた地域で、ヘンリー・モートン・スタンリーが、エミン・パシャ、救出の際に、サイアン国のアフリカと呼んだ地域でもある。北部は、ウエレカワ流域で、南東部は、イトゥリ地方と呼ばれていた。金鉱山などがあるため、ミルトン・オボテ、イディアミン、ヨエリムセベニなどウガンダの権力者による、 収奪の対象とされた。1998年には、北東部のドゥルバ鉱山とアツァ鉱山の、近郊労働者に、マールブルグ熱が発生した。イトゥリ地方では、ルワンダ紛争などと同じ構図で、放牧民のヘマ族が、ナイル系であるとされ、農耕民のレンル族との対立が形成され、イトゥリ紛争が起きた。第二次、コンゴ戦争では、 北部の大半を、ウガンダ軍と、その同盟者に、キサンガにより南を、ルワンダ軍と、その同盟者に占領された。2005年憲法で、イトゥリ州、コウエレ州、テウエレ州、ツポ州に分割することが決められ、2006年に国民投票で承認された。新州への移行は2009年までに実施される。2009年、ENO、 ユーリーディストリクトのマコンボで神の抵抗軍によるマコンボ虐殺が起こった。主要な言語はスワヒリ語とリンガラ語、レンド語など。ありがとうございます。